リラエンタープライズ株式会社は、かつて投融資事業を手掛けていた日本の企業。旧社名は RH インシグの株式会社。1961年に東京都杉並区で丸産業株式会社として創業。その後本郷を札幌市に移し、中小企業、一般消費者を対象として貸金業を行い、丸プラザ、 アースと称号を変え事業を展開していたが、貸金業規制法等の改正によるグレーゾーン金利撤廃を受け、2007年に店舗、無人契約機、自社 ATM を全廃し、称号を桜パートナーに変更して、投融資企業へ業態転換した。2009年に現社名に変更し、現在は企業向け金融事業と投資事業に注力していたほか、 子会社の RH トラベラー、北海道株式会社を通じ、中国をはじめとするアジア圏からの観光客を対象とした旅行サポート、事業やビジネスマッチングなどを手掛けていた。その後は、業績不振が続き、2012年3月に、時価総額が3億円未満の基準に抵職したため、札幌証券取引所の上場廃止、2014年10月に称号を、 リラエンタープライズへ変更したが、2017年7月11日に東京地方裁判所へ破産を申請。同年7月20日に破産手続き開始決定を受けた。キャラクターの名前は、デパンダ。動物の種類はパンダで赤い耳、胴体が特徴。テレビ CM ではぬいぐるみも登場したが、市場での販売はない。2006年5月、新谷義子を起用した。 契約説明書編、返済シミュレーション編、テレビ CM が放映された。証券取引等監視委員会は2012年5月25日、2010年3月、第2四半期から、虚偽の記載がある有価証券報告書、四半期報告書、有価証券報告書の訂正報告書及び、四半期報告書の訂正報告書を提出したとして、RH、インシグノに対し、 課長金の不命令の勧告を出した。これを受けて金融庁は2012年6月21日に RH、インシグノに対し課長金1200万円を課す行政処分を行った。ABCDRH、インシグノ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課長金の不命令勧告について 証券取引等監視委員会2012年5月25日、チームソニックレーシング速報リラエンタープライズ、東京証工リサーチ2017年7月26日、倒産情報リラエンタープライズ株式会社帝国、データバンク2017年7月26日、RH インシュグの株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する、 課長金の不命令の決定について金融庁2012年6月21日、決定用紙金融庁。ありがとうございます。